はい、こんにちは。今回はね、大陽茶の濃い茶でございますね。まあ、先ほどでかいのが来ましたけどね、まあ最近ね、まあ、地震というのが多く来ましてね、まあいざとなったら私はこの世に生きてないですしね、まあ、他の方もこの世に生きてるかどうかは分かりませんからね、まあいざとなったらさらばよって話でございますけどね、まああれですよ、まあね、地震大国って呼ばれてる国だから、まあ仕方ないなというところもねあるかなと思いますね。では、今回はこの大陽茶の濃い茶、まあこれを飲んでみたいと思います。ではね、濃いめのお茶で、健康カテキンの2倍の苦がありますが、確かに普段の多いお茶と比べてこれは確かに濃いですね。味は濃いんですが、まあなかなかの濃さの味というかね、まあ苦味が強いけども、まあいい味ではないかなというふうに、思います。苦味が強くて濃い分、まあ普段飲んでる大陽茶とはまたこう違った味わいで、いいんじゃないかな。抹茶の味と濃い味わいが、絶妙にこういい味を出していて、まあ私はこの味は、まあ嫌いではない、まあ落ち着ける、まあ、味ではないかなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。